すべてが真っ黒になってしまっています。炎症が続いております。画面中央、煙が上がっているのが確認できます。現時点で、救助を求めている件数は約120件あるというふうに承知をして報告を受けております。また避難者等の状況も報告を受けておりまして、本日11時時点で石川県、新潟県などにおいて合計955箇所5万7360名の方が避難をされておられるというふうに承知をして、国民の皆様におかれましては、今後1週間程度は震度7程度の地震の発生にご注意いただくとともに、揺れの強かった地域にお住まいの皆様におかれましては、自治体の避難情報のほか、テレビ、ラジオ、インターネットなどの情報にも注意しつつ行動いただくようにお願いを申し上げます。